10年前に作りました。お庭を見ていただこうと。10年経った時にどういう経緯になってるかを見ていただければと。この欄張りも10年経ってます。これは劣化というより汚れです。10年経ってますけど結構持っております。これも10年経ってます。10年でもこうやって全然活用できるという一つの参考例でございます。おはようございます。金井良一です。今回はですね、10年前に一応作りました。お庭を見ていただこうと思っております。10年経ちまして、その当時デッキを作ったり、欄張り貼ったり、いろいろとカーポートを設置したりした現場なんですけども、その10年経った時点においてどうなるかという様子がちょっと見ていただければと思います。その間いろいろとオーナーの方でいろいろと手入れをなされていると思いますけども、今回は10年経った時にどういう経緯になっているかを見ていただければと思っております。よろしくお願いいたします。今まで、フェンスがあって要持ちで生け垣、これは変わってないんですね。ただフェンス自体に、全体の石を入れてアクセントをつけたつ施工しました。これはもうなぜ取り付けたっていうのはもう中の庭を見ていただければ、中の庭の統一感で、一応こちらの方もあとこういうフェンスに柄をつけました。できるだけ今貢献場で最初からもうコンクリートがもうこう駐車場として打ってありましたから、この番を掘り取ってまで地盤を下げて、施工っていうのは大変になるんで、できるだけ既存の形を生かした地形で、作っていった現場です。全体が前は、おじいちゃんの趣味で、大きな平板大石がこうあるように日本庭園、石石庭という雰囲気ので、アプローチ自体も非常に飛び石で狭い範囲、こう打った庭っていう感じです。ですから今この大石の大きなやつは全部既存にあった石です。で、こっち中入っていただければ、アプローチも狭く、ちょっとおじいちゃん自体のご病気になったということで、いろいろ車椅子ないないで非常に間口を、そういう飛び石っていう形の歩きに行くさせるであれなんで、経としてはいいんで良かったと思うんですけど、スロープを作った形で、ですからほとんどこの地盤は土自体動かさないで、ある程度このもう現状の地盤を生かした形で構成したところです。直
このランバリも10年経ってるってことなんですよね。そうですね、このランバリも10年経ってます。まあ飛び石を地前石で既存の石を打った時点においてその空いてるところに一応ですから、まあ通常のランバリで丁寧あの目地をある程度統一するつよりも結構自然石に据えた石とのバランスで結構荒く一応ランバリを張ってある通状態ですね。これやっぱり年数が経ってちょっと黒ずんでるって感じなんですかね。あ、どうしても植物の雫とかそういうので色が表面が色が変わってきます。はい、やっぱりランバリってちょっと年数が経つとこういう感じになってくるんですね。だから鉄片石とかこう青石とかもう自然石なんかでもそういう汚れが目立たないあれなんですけど、近年やっぱりピンクとかイエローとかちょっとそういう色ですから、まあ色の変わりが変わるっていう感じはイメージ的にあると思います。これは劣化というより汚れですね。はい、まあ、汚れた場合は高圧か何かで、だけどこれが味わいという感じで自然の石の変化という形のこれが逆に自然石の石の良さであって、自然石のそれが風味っていうんですかね、味わいという意義にはなります。でも落とそうと思えば落ちるってことなんですか。うん、これは落ちます。あの高圧でかければ。灯籠、これも既存の灯籠です。で石、形跡、まあそういうのがここに形として一つあったわけですね。じゃあこの一角だけちょっと和の景色を残したよ。そうですね、やはりもったいないんで、まあ正面においての形を灯籠、あの織部灯籠とかそういうものを一つこの一角は形にした次第です。このデッキも10年経ってるってことですかね。そうですね、10年経ってますけど、定期的にあのやっぱしオイルステンを塗ってますから結構持っております。結構状態としては悪くないですね。そう、全然腐り、まあひびとか当然木ですからありますけども。これじゃあデッキはどのぐらいの頻度でメンテナンスとかをしてるんですか。これは毎年1回はご依頼があって塗りに来てると思います。はい、まあ、毎年1回はこのような感じで、で木に関しては当然こういうひびというのはありますけども、まあ、塗ってることにおいてひびの、あの割れた中にもオイルステンが染み込みますから、まあ、鎖は随分できたと思います。あちらのフェンスも10年経ってるってことですか。これも10年経ってます。塗り直ししてます。やはりこのデッキを活用するということで物打ちをこのようなようにできるように一応、まあ、これも既存にあったやつをそのままこちらの方に一応つけるようにいたしました。まあ、全然やっぱり塗ってますから結構状態はいいと思います。ちょっとこの上あの天板のどうしても天板の方のあれは鎖じゃないんですけど、ちょっとあれが修繕しないといけないと思います。はい。まあ、やっぱりじゃあ定期的な塗り直しが一番大事だ、ね。もう、やればやるほど。よろしいかと思います。はい、まあ、一応注入剤という形のものを使っておりますけども、どうしても劣化腐食虫食いというよりもそういう
水とのあれは出てきます。これも10年経ってるものなんですか？これそうです。これあの既存立ち水栓のあれに一応軽石を貼り付けたやつです。水回りですから この辺はちょっとたわしで擦ってるのが分かんないですし、まあ通常このような感じにほこりとか苔とか植物になればこうなりますし、まあ場所によってね全然そういうものが付着しない場合もありますから。まあ、日当たりの当たってるとこは意外と真っ白いまんま、ちょっと日陰になるとこはやはり苔とか色合いが変わってくる感じです。ですからまあ、向こうとのデザインの雰囲気でこちらもちょっと傾斜つけた袖がきついようなイメージで一応フェンスを設けました。結構、鉢数が多くてそういうものをちょっと演出することもありますし、そのために一応このような感じで両脇に向こうから見た正面にあってでちょっとポイント的にまあ、向こうのフェンスに関連つけた形で構成したわけですけど、はい、じゃあ外 の, あの既存のフェンスに取り付けたのもそうです。この延長ですね、つながりという感じで、どうしても一番向こうの目隠しフェンスの色合いの変化あれは強調するんで、あの色合いを外回りにこうつけたという感じですね。一応、まあ、10年前に作った構成のお庭でございます。まあ木の場合はやはりメンテが、ね、数多くやってれば10年でもこうやって全然腐りなく活用できるという一つの参考例でございます。はい、我々の本意で作ったわけではなくて、お客様の意向に基づいた形でこういうここの土地に合った形で構成していって、でそれからやはりではあの引き渡しした時点であとお客様がどうそこに飾りを入れるか、どういう生活のスタイルで活用していくかという形ですから、まあほとんどデッキの上にもあまり鉢を置かずに生きてるっていうのはやっぱり草、どうしてもデッキの上に鉢を置くとその下が腐りが出てしまうとかいうのがありますけど、できるだけ石の上の方にデッキ鉢を置いてるという感じで、その分でもやっぱり腐りが少ないのかなとは思いますけど、はい、でお客様が毎日手入れきれいにこうやってるっていうのがこう10年経っても目に見えて分かりますよね。はい、だから作ってっていうよりもお客様の方がどう生かして、まあここにおいては結構お客様が非常に植物を愛されて、あの毎日お手入れはしてるなという感じですね。はい、で今回、またちょっとこの状態でガーデンリメイク、まあプラスアルファという感じですかね。まあ前回残した金目餅を、まあ、植物自体のちょっと手入れが大変なつ依頼ご依頼と感になってますから、要にの生垣をちょっと撤去して違うもの で残した状態のやつをちょっとまた新しくリメイクするという感じですね。でもうそういう話がありましたので、ね、
それはまた次回に、皆さんに案内させていただきたいと思っております。ありがとうございました。